ずるずる。今回すする TV ですね。毎日ラーメン健康生活。はい、今回毎日ラーメン健康生活でおなじみのすするさんが人間ドックを受けて、その判定が E 判定だったということで、波紋を呼んでおります。はい、で主にですね、肝機能の値が悪かったということなんですが、まあ動画のコメント欄見てもですね、もうラーメンをやめろみたいな感じの、まあ心配のコメントですね。はい、心配のコメントがすごく多くてですね、あの大物 YouTuber さんもですね、こんな感じでコメント出されてます。はい、ということで、まあ僕はたまに動画見るぐらいで、まあ毎回見てるわけじゃないんですけど、すするさんといえばですね、まあトークのテンポがとにかく良くてですね、まあ表現力もすごく豊かで、ラーメンがとにかく美味しそうに見えるっていう感じの方で、まあ正直すするさんはですね、今そのラーメンに生きてるような方なので、まあ一気にやめろっていうのは正直酷な話なのかなって思うんで、まあ僕としてはですね、要は運動の習慣をもっと取り入れるようにしたりとか、まあラーメン以外の食生活をもっと気をつけたり、まあお酒飲まれてるっていうことだったんで、まあお酒を控えるとか、そのラーメン動画を続けながらでも取れる対策っていうのはあると思うし、あとはですね、その毎日ラーメンっていうのがやっぱ正直もうどうしようもないというか、これが健康に与える影響っていうのはものすごく大きいと思うんでですね、まあ僕としては正直その毎日っていうのをやめてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあずっとこうラーメン動画続けられてて、まあ視聴者さんからの、まあ、信頼も もちろん厚いと思いますし、愛されてると思いますし、すするさんのラーメン動画に対するまあ努力というか、まあ情熱というか、まあそういったものはですね、見てる方十分理解されてると思うんでですね、僕からの提案ではですね、ラーメン動画をちょっと減らしてですね、まあ違うご飯でもいいですし、まあ全然また新しいスタイルを作るのもいいですし、まあそういった感じでちょっと方向性を模索してみるのがいいんじゃないかなと、はい、っていうふうに思いました。まあそれでも視聴者さんはついてきてくれるんじゃないかなと思いますけどね。その、もともとの動画の作りだったりとか、こうトークがうまいっていうのがあるんで、まあラーメンから離れても、いけるんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱり体壊してしまうと元も子もないんで、まあ対策をぜひ取っていただければなと思いますね。まあ僕もこうやってこう毎日そうめん生活を続けてきたんですけど、最近ですね、このそうめんがなくても意外と声拾うなっていうのに気づいてですね、はい、ちょっとやめようかなと、はい、思います。なんで僕と一緒にどうですか？やめませんか？毎日生活、はい。はい。今後のすするさんの健康を、祈るという感じでした。はい、さよなら。